ははいこんにちはシアスカです今回のの動画ごご視聴感謝してまますすありがとうございます今回は「現在地」というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。例えばディズニーランドみたいなところに行った時に地図が置いてあったとしますよね。でその時にその地図の一番最初にどこを見るかということなんですけれども おそらく最初に探すのは現在地だと思うんですよね。ディズニーランドに行きました。で地図が置いてありました。そして最初に見るところっていうのは現在地だと思うんですよ。まずは地図上で今ここに自分がいると。そしてここに行きたいと。じゃあどうやって行けばいいのかっていう順番ですよね。大事なことなので繰り返しますけど一番としてまず現在地を確認する。 2番としてどこに行きたいのかを見つける。そして最後の3番目でではどうやったらそこに行けるのかを考えるという順番だと思うんです、ね、一番最初に確認するのは現在地なんですよねで現在地が分からなければたとえ行きたいところが分かってたとしても行く道筋っていうのを、ね、考えるってことができないんですよねでこれっていうのは、ね、何もそのディズニーランドの地図に限らず私たちが 何かの目標を達成しようと思った時は常にこの順番になるということなんです。何か自分が目標を立ててその目標を達成したいというふうに思ったら1、現在地を把握する2、行きたい場所を見つける3、どうやったら行けるかを考えるというこの順番なんですね。でところが ね、私たちはついついねこの現在地を正確に把握するということを省略しがちになるんですねやらないんですよ特に自分が課題と思っていること、ね、今の現状ねあのこれは解決した方がいい問題だなとかこれは挑戦した方がいい課題だなと思う分野であればあるほど現在地というのを正確に把握していませんね 見たくないものから無意識に目を背けるという性質を持っているからです。人は見たくないものから目を背けるという性質を持っているんですね。だから見たくないんですよ。自分が課題だと思っている問題だと思っている分野であればあるほどその現実っていうのを直視したくないんですね。 だから私たちは挑戦したいというねなんか課題とか分野があるならばその分野に限って特に現在地というのを正確に把握してないということが起きますでそうするとねたとえ行きたい場所があったとしてもねどうやって行けるかっていうのを考えるってことができないんですねだから結果的には達成できないということになります、まあ、例,えば何であ例はね何でもいいんですけど、まあ、例えばじゃあダイエットっていうのを例にとったとします ね、その人が、ね、ダイエットっていうのを課題として考えていると、ね、何らか痩せたいと思ってるとした時にそういう課題を持っている人に限って体重計っていうのは乗らないんですよね今あなたは何キロなんですかっていうのを正確に答えることができないんですよだいたい何キロぐらいだと思うぐらいのそういう感覚的なものでと、ね、どめてるんですよねですけど でもし本当にそのダイエットに成功するという目標を達成しようと思ったら一番最初に何をする必要があるかといったまずは現在の体重を正確確に数字でで認すするる必要があるんですねでそうしたら大抵の場合っていうのは自分が何キロぐらいだと思うっていうその感覚よりも厳しい現実っていうのが数字で表示されてます。 なん、ね、でかって言ったら、ね、自分は自分に対して甘く自分が見,あの見たくないものからは目を背けてきてたので大体これぐらいかなっていうのに対して大抵は、ね、その見通しっていうのは甘くて現実の方が厳しいんですね。でそのことをやるってことが一番大事なんです。ね、その正確に現在地があ値っていうのを考えた時にじゃあ何をどれぐらいする必要があるのかっていうのが決まってくるんですよね。 まあ今のダイエットの例で言ったら半年で 1kg 痩せるのと半年で 10kg 痩せるのでは、ね、やるる量っってていうのが変わってくるわくけですよ、ね、そのためには現在地が分かっていて目標値があってその差っていうのが正確に分かってないとただ痩せたい痩せたい痩せたいって言ってても 1kg 痩せるのと 10kg 痩せるのでは全然取り組む必あのことっていうのが変わってくるわけですよね。 なので、まずは現在地をしっかりと把握するということになりますで。これはね、私たちにとってね、すごくこう、不快、気分が良くないことなんですよ、ね。あまりこうね、望んでることではないんですね。もしかしたら現在地を確認する、例えば体重計に乗るとか、そしてこう目の前の現実っていうのを数字でしっかり把握すると、まあ、気分は悪くなるかもしれないんですよね。不快を感じるかもしれないんですよ。でも、そのことっていうのがすごく大事なんです。ね もしね、そのことをしなければね、ねいつかとかそのうちとかね、明日からとかね、来週からとかっていうので、ずっと先延ばし続けるんですよ。まあ、今ね、自分はね、痩せたいなって思ってるんだけど、でもね、多分ね、今自分の体重はこれぐらいだからね、ねまあねあ、痩せられたらいいなと思ってると。ねで、ダイエットっていうのもね、明日から来週から来月からねあの取り組もうと思ってると。 っていうようよな感じでずっと、ね、問題っていうのが先延ばしされるんですですも現在地を正確に把握してじゃあまず体重計に乗ろうと思って乗って自分の目でねその体重計の数字を確認したらね自分がこれぐらいかなって思ってるよりも厳しい数字っていうのが出るかもしれないわけですよね。 えって、自分はこれぐらいと思ってたね、もうここまで来てるのっていうことで、そのき厳しい現実っていうのを数字でね、目の当たりにする必要があるかもしれないんです。そしたらね、明日からじゃなくて、今日からやる必要があるってことにね、気づくんですよ。ね、人っていうのは行動したくないんです。行動するのはめんどくさいんですよ。やりたくないんです。やらなくて済むならやりたくないんです。ね、でこれぐらいかなって思ってるからやらないわけですよ。でも、もうね、 パッてこう、ね、現在地を確認して現実っていうのを目の前で数字として確認したらこれはねもうそのうちとか明日からとか言ってる場合じゃないと、ね、今日からやる必要があるってことに、ね、気づくんですよねだから現在地を確認するっていうのはものすごく重要なんです一つは目標との差を正確に把握するためもう一つは、ね、先延ばしせずに今すぐ行動するためのエネルギーっていうのを作り出すために とととても重要なななんんだということなんでで、す。なので、ね、どんな分野今回はなダイエットっていうのを一つの例にしましたけどこれは何であっても同じです。仕事であってもお金であってもね人間関係であってももしくはその自分の精神性の向上とか何であっても一緒なんです。ね、まず現在地を確認して行きたい場所を決めてその差を把握してどうやったらいけるかを考えると。 常にこの順番なんです。まず最初にやるべきは現在地を把握することです。現在地を把握して、今この瞬間はこれが現実だからということで、現実を直視した上で、じゃあこのままでいいのか、それともこのままでは嫌なのか、ね、もしこのままで嫌だって言うんだったら、じゃあどういうふうになりたいのかっていうのを決めるんです。そしてこういうふうになり、今はこの状態ですと。 今はこの状態だっていうふうに自分は正確に把握していますだけどこのままでは嫌だから理想的にはこういう状態になってないんですそしたら差はこれぐらいあるからだったらこれぐらいの期間でこういったことをやっていく必要があるじゃあ行動しようというふうになるんですね1現在地を把握する正確に把握する2行きたい場所を決める3現在地と ね、目標との差を考えて、ね、どうやったらいけるかを決めて行動に移すということです。でこれをねとにかくねどんな分野でも同じ考え方同じ頭の使い方 をやっていくことで自分は、ね、目標を設定したら達成できるのが当たり前っていう、ね、体質の人間になっていくことができます。そのためにはとにかく一番最初に現在地を正確に把握してください。できることならば数字で把握してください。その現在地の正確な把握というものから全てが始まっていくというお話です。 はい。今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガを登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。